こんにちは、孤独のライダーです。今日はね、チャリンコでいつも気になってたお店に行こうと思うんだ。気になってるんだけど、いつかねってこと誰にでもあると思うんだけど、ようやく行くことに決めたわけ。そういうお店がありすぎるわけであります。特に僕はこういう活動をしてるでしょ。過去にいろいろな動画を出していると、視聴者さんからおすすめの情報をいただくわけです。そんでもって、その時はよし、いつか行こうと思うわけですが、時間の経過とともに忘れることもよくあるのでございます。ところで、チャリなんで車では絶対通らない道を選んでみました。狭い道をブラブラとキョロキョロしながら走るわけでございます。昔はこういうところに必ず猫ちゃんがいたものですが、最近はめっきり見なくなりました。それはそれでいいことなのでしょうが、少し寂しさを感じるのは私だけでないでしょう。路地裏の風物詩とでも言いましょうか、日常の癒しの風景とでも申しましょうか、猫ちゃんのさりげない可愛らしさにちょっとした幸せを感じるのであります。うわー、この道いいですね。これからの季節は軒先に風鈴なんか垂れ下がって、涼やかな音を奏でる、そしてにゃーっとノラちゃんが現れたり、なんとも微笑ましい光景じゃありませんか。さて、メイン通りに差し掛かりました。お目当てのお店はすぐそこです。いつも通るこの道だから、いつだって行けると思うそのお店、ついつい行きそびれちゃうそのお店、あの黄色に赤文字の看板、鶴が生い茂る町中華のお店です。複雑に人々の思いが交錯する現代社会、日々の生活に疲弊する人々、本当の自分を求めてさまよい歩く、そんな時ふらりと寄った名もなき食堂が男の心に響く。男はただ庶民的な味に癒しを求め、日頃の嫌なことを忘れて飯に食らいつくのだ。男は今日も田舎の素朴な味を求めて店を探すのだ。さて、何にすっぺがな。中華春巻きに羽根餃子、焼きそばにチャーハン、いろいろあるぞ。でもね、入り口でこれ見ちゃったわけ。500円ランチですよ。それ行くしかないでしょう。ラーメンにホルモン焼肉丼、これでワンコインの500円でございます。ではラーメンスープを行ってまいりましょう。おお、あっさりなんだけど奥深い味付けです。麺はいかがでしょうか。細麺でありながら喉越しがある、噛んだ時のサクッと感、私好みの麺じゃありませんか。ようやく訪問したこのお店、
あたりでございました。スープもあたりでございました。でもお玉でスープをすするのがやりにくいのであります。ホルモン焼肉丼は少し甘めのタレ、そして柔らかいホルモン、この時期スタミナをつけるのは最高であります。毎日のようにチャリンコで走ってすっかり体力がつきました。ちょっとした上り坂で息が切れるのが心地いいのであります。あの感覚を味わいたくて、用がなくてもチャリンコで出動する機会が増えました。スーパーの買い物も一番近いお店じゃなく少し遠いお店を選ぶようになりました。まさか50歳を目前にしてそういう自分になるとは思いもつきませんでしたが、今まで無駄に車で出かけていた現れでもあります。車を運転できるようになってもチャリンコでの移動は続けようと思います。時として強風や突然の雨に打たれる時だってあります。それが自然の姿だと感じ、天候を気にしながら日常生活を送る、これが大切なのではないでしょうか。いやー、今日はなんとも幸せな気分に浸ることができました。街角に佇む町中華の名店を見つけました。これから何度も通いたくなるお店です。なんといってもお財布に優しいです。何度も通いたくなるお店はこうじゃなくちゃと思います。そしてこのお店は店内が面白いのであります。今日は食べることに夢中で店内の紹介は省略といきましょうか。ごめんなさい。いやー、省略しませんよ。遊び心満点のお店だからね。あれ、普通じゃねえの？いや、違うんですよ。棚が曲がってんじゃねえの？カゴメソース、いつの時代の値段、ボンカレーにアース、厨房こんな感じね。聖子ちゃんに誠ちゃん、サインは V、巨人の星にヤマト、これ入り口な。もしかしててっちゃん？あ、プロレス好きか。うめがった。